昔はね、こんなのはもう、しょっちゅう一日にね、世界中でね、流されない日はないっていう具合にね、流行った歌でございましてね。ラテンの曲でね、コンセル・ベラスケスというね、あのー、女の方でね、女流作曲家なんですね、南米の方です。で、この人が作曲したものでね、ベサミムーチョ。キッスをもっとたくさんというか、もっと包容してちょうだいという意味なんですけどもね。 えー、これ、情熱的な歌でね、あのー、まあ、あのー、私をね、えーっと、もっともっともっと抱きしめて、もっと愛してちょうだい、くつづけよと。私はあなたのね、瞳の中に、えー、抱かれている私の体が、あ顔がね、映っているのを見るのが大好きなのもし私がね、明日いなくなったらどうするの、ね、もし私が、あの、いなくなったらこれが最後だと。そう思って、 私のことを遠くへ行ってしまう私を話すまいと思ってそれでもっともっと愛してちょうだいでそういう単純な内容なんですけど情熱的な歌なんですねであの当時はねアルゼンチンタンゴにしてもねそれからアメリカのねポップソン,ソングにしてもねフォーあのみんなねメロディックでねロマンティックであの叙情的で なかったんですね何ですかあ、あのー、ロンドンのオリンピックなんかでもね出てくる歌いて出てくる歌叫びまくってわめきまくってね本当に、ね、英国人っていうのは本当にねどう猛な民族なんだなと思いましてねだからどう猛だからこそ紳士のね仮面をかぶって装おうとしてるんだなと。 あれは良くないですね。私は好きじゃありませんね。でね、あの、その終戦後のね、まあ、アメリカとかね、また、あの、ラテンの連中とかね、シャンソンでも、タンゴでも、日本の曲でもね、とっても眠るてきて美しいロマンティックなものが流行りましたですね。胸が切なくなる。なんで、で恋人同士が喫茶店に入ってもね、そういう曲がふわーっとゆっくり流れてきますとね、たちまちね、あの、 うん、その恋のームードをね、かきたてられる、そういうものが世の中いっぱいあふれてましたね。もう一度そういう時代が来ませんかしらね。あの、日本から離れたら、とにかく、日本みたいに、あの、ちょっとなくしたものがね、ちゃんと警察に届けてあって、戻ってくるとか、財布が戻ってくるとかね、あの、そういう日本で毎日生活してらっしゃる方が向こう行くとね、 あの、平和ボケっていうんでしょうかね。あの、お買い物に行ってね。で、それで、そこへちょっと、あの、試着室に入ってね。で、バッグをね、店員さんに預けていって。で、出てきたらなかったって。んで、文句言ったら、店員さんが初めからそんなバッグあなた持ってませんでしたよって言われたって。もうそれはね、もう何十人もの方から聞いてます。私もやられてね、取り返してきましたけどね。そしたら、そこのね、警備員のね、あの、一番、 頭のおじさんがやってたんですよ。うん。まあ、とにかくね、油断も好きもなりませんからね。だから、物見湯さんでね、楽しい旅行でって水を差すようですけどもね、そうやってないと悲劇が必ず起こります。それぐらいで今ちょうど。で、ますます今はね、テレビは何かでも大変なことになってますからね。まず国際情勢とか、そういったもの何かは全部頭の中に入れて選んだり行動をなしたりしていただきたいと思います。 皆様から寄せられましたお便りをご紹介させていただきたいと思います。えー、読ませていただきます。宮さんご近よう以前、宮さんが番組でしてくれた海外でのコンサートのお話、興味深く伺いました。もしかして宮さんは英語がペラペラなんでしょうか現地でのお話や英語のマスター法などお聞かせくださいませ。 <laughs> 私はね、英語は喋れないんですよ。ね、ええ。もう本当のね、ええ、一時はね、あの、まあ、日常会話は通訳なしで、なんとか一人で、あの、海外旅行はできたぐらいだったんですけどもね。本当に言葉は忘れるんですよね。日本語でも、ちょっと使わないと、ええ、なんだっけ、なんだけど日本語で、あの、自分が表現したい言葉、語彙、そういうものがね、 使わないと出てきませんでしょもう、フランス語も英語もみんなそうですね。うん。で、私はね、あの、英語をマスターしてっていうよりも、終戦後ね、あの、教会なんかでね、銀山町教会というところでしたけどね。で、そこにね、あの、ボストン出身のアメリカ人の人と、それから、あの、そちらの方、 の先生ともう一人違う方が見えてましたよね。で、そういう方がね、英語の人で A、B、C、もう一つ一つをね、発音をね、もううまくいかないと口をつねられるぐらいにね、厳しくね、発音だけはちゃんと習わせられたんですね。で、その後でね、あの、東京へ来ましてからね、新宿のキャンプ周りのジャズを歌う仕事でね、 やってる時に、あの、アメリカ人のね、ファンの人がいっぱいできたんですよ。GI でね、兵隊さんで。その中でね、なんとね、英国系で、スコットランド系とかアイルランド系がアメリカへ渡ってね、移民になるっていうのは分かったイングランド系がね、あの、そうやって移民になってると珍しかったんその代わり、あの、ちゃんとした、あの、ロンドンなまりのイングリッシュだって言ってましたけどね、 君、その、例えばね、t をね、あの、beautiful っていうのはね、beautiful っていう,うにアメリカはね、beauty, t をね、l に発音するんですね。beautiful って。で、それがね、あの、英国人にとってはたまらなくいやらしいんですよね。何度も直されちゃうんですよ。beautiful って言ったらね、no, って言って。で、beautiful, t って言いなさいとかね。で、そういうものがあって、 で、そうすると、あんたの英語はね、あ綺麗だとかいろんなことをニューヨーク行ったとかも褒められたいい気になってたんですけども、とにかくもう何十年も外国に行きませんでしょ。で、そうすると、全部英語も何も、ちょっと覚えてたフランス語もみんな忘れていきますね。で、最近はもうほとんど日本語も忘れてます状態ですからね。どうしましょうかね。で、そして、 ええと、ロンドンマガジンというところのね、あのインタビューを受けましたときにね、えー、彼はとても綺麗な英語を話すけれども、サッチャー・ウィン・イングリッシュって、サッチャー首相ぐらいの英国でね、英語で、それで、クイーンズ・イングリッシュではない。王族が喋る英語ではないと。サッチャーさんぐらいの英語の発音だって。向こうはね、発音によってね、そのクラスが決まってね、 で、そして扱いが違ってくるんですよ。嫌なとこですよね。言葉っていうのは怖いですよ。